はいこんにちは,にちはやり直し英語達成道場師範大深夜とせですさあ今年もいよいよ残りわずかになりました2021年を気持ちよく締めくくるために今年も年末自習会音読おさめ大会を開催していきますはい、えー、これは去年行ってねすごい好評をいた,だいた企画ですで僕らね定期的に長期休みの時に、まあ、自習会をやってるんですが、まあ、今年最後の自習会と。 そして一年を締めくくる音読納め大会をやっていきたいと思います。でまずオンライン自習会、どういうことをやるかっていうところなんですが、まずズーム上で開催します。ズーム上でみんなで集まって、えー、顔出しした状態で一緒に自習をするという会ですね。えー、ですので、自習ですので、これはセミナーではありません。えー、僕が何か英語を教えるみたいなことはしませんので、えー、みんなで自主的に集まるという会ですね。 でみんなで一緒に一斉に実証するときにカメラはオンにした状態にしますので顔出しは必須になりますで音声はミュートにしますでえミュート状態でみんなで、まあ、例えば瞬間演作文やったり音読やったり、まあ、人によっては、えー、トイックの問題集を解いたりとかって感じでそれぞれお互いが設定したやりたいことをやるという形です。 で、で、えー、ビフフォーアフターアタ成果報告をします、えー、つまり自習会が始まる前に一回みんなで、えー、小グループに分かれてでそこでお互いに、まあ、自己紹介をしつつ、えー「今日はこういうことをやります」ってね学習メニューを伝え合ってでそのにまに30分やりますとで30分やった後にまた戻ってきて同じグループで「えー、今日はこうこうこうでした」っていうね報告をし合うということをやります。 でこれをやるとですね報告しなければなりませんので30分めちゃめちゃ集中できるという現象が起こりますでさらにこの30分の間にみんなの顔が見えるんですねこれがすごく集中力を高めてくれるというね、えー、声をいただいてます、えー、他の人が頑張ってる姿を見て自分も頑張ろうっていう気持ちになれると、ね、あ例えば音読してる時も他の人がすごく大きく口を開けてるあ こんなに大きく口を開けてるんだ。じゃあ私ももう少し大きな口を開けようみたいな感じで、えー、新しくね、気持ちを新たに、えー、より大きなジェスチャーとか口の開け方を意識するみたいな、まあ、そういう相乗効果が生まれるという声をいただいてますので、えー、それはですね、ぜひ意識して参加していただけたらと思います。ちなみにこれ参加必須というのは初日だけです。えー 初めての方初めて参加される方は初日は、えー、合同みんなで自己紹介タイムをとりますので、えー、そこは必ずご参加くださいでそれ以外の2日間、まあ、3日間やるんですけどトータル、えー、2日間は、えー、自由参加という形です、まあ、これが一応ねこのオンライン自習会の全体の流れになりますちょっと日付とかはまたこの後で詳しく解説しますねそして音読おさめ大会ですねこちらは、えー、自習会の最終日に行います ただ、えー、自習会に参加してたら必ずこの音読納め大会に出ないといけないというわけではなくて参加は自由になります、はいはい。なので自習会だけに参加するというのも OK です。はいえー、音読納め大会も、えー、自習会と同じズーム上で開催します。でこちらはですね、えー、自分で練習してきた英文を一人ずつ発表していきます。使う英文は何でも OK です。 今使っている英語のテキストでもいいですし、自分が書いた英語の日記、あるいは自分の自己紹介なんかでも OK です。うん、お好きなものをご用意して、事前によく準備してきていただいた上でご参加いただけたらなと。 思います基本的には見ないでそうです見ないで暗証で暗証でいくというね前提忘れちゃったらもちろん見てもいいので手元に台本用意していいんですが基本は画面を見ながらというかカメラを見ながらみんなの方を見ながらやるというねそうですねその方が伝わると思うのでそうですジェスチャーとかも入れながらねそうですねそこに向けて練習するともう見ないでやらなきゃいけないっていうプレッシャーもねちょっとあったりするので逆にすごいこう何ていうんですかモチベーションも うん、上がるかなと思います。あの去年も皆さんねすごくいい発表でしたのでそうですね、はいうん、すごいハイレベルなハイレベルなねそしていろいろ工夫とかもして発表してましたね、うん、そうですねその、まあ、音読のこの発表があるのでそれに向けてこの自習会を活用していただくっていうね、うん、そうですねの練習をこの自習会でやってる方もいらっしゃいましたそうですねこのネタの英文をここで練習してましたって人もねいましたね、はいはい AV は何でも OK なんですけど、だいたい1人1分程度ぐらいにまとめてきてください。まあ、どんなに長くても1分半までに終わるようにお願いします。はい。はい、で、僕らもね、やります。これね。そうですね。はい。はい、あの両方参加しますんで、このオンライン自習会も僕らは自分で自習の教材持って参加しますし、こっちの音読おさめ大会も、えー、自分たちがプレゼンターとして普通に皆さんと一緒に音読しますのでね。そうですね。はい。はい であの私たち多分一緒に発表するんですけど、まあ、ここ一人ずつって書いてるんですけどもしなんか英文とかでこうペアがあるなんか A さん、うん、B さんみたいな風になっていて、まあ、それを一人で発表してもいいんですけど誰かお友達とやりたいという場合はお二人で申し込んで頂い,いてそれぞれそのパートを発表していただくというのも可能ですその場合はあのこの1分半より少し伸びてしまっても大丈夫ですそうですね一、はい、人1分程度なので二、まあ、人合わせて2分ぐらいでもいいということですね、はい まあそんな流れでねやっていきます、はい、そして日付はこんな感じになってます12月の28日から12月の30日まで3日間ですね行いますで基本的には朝10時から11時の1時間で行うんですが初日のみですね11時半までの時間を見ておいてくださいこれはあの全体の自己紹介をやるのでちょっと時間が延びるということでね11時半までになります で最終日の12月30日に音読、えー、納め大会をやるという形です。で音読納め大会はこの自習会が終わった後にやりますので時間的には11時半から12時半までの間を予定しています。まあ、何人の方がエントリーされるかによってちょっと時間のね終わる時間は前後するかもしれないんですが、まあ、できれば1時間以内に収めたいかなというところですね。そうで,すねでこの1時間の中の内訳は、えー、前後15分15分が、えー、この「 みんなでビフォーアフターで成果報告する時間になりますまあ、情報交換とかね今使ってるテキストの情報とかも交換できますで、えー、真ん中の30分の部分が、えー、この自習をしている時間という形なんでまあ最初集まったらまず15分間みんなでお話ししてその後30分集中して最後にもう1回15分でみんなで話してっていう風な流れを やってますのでね、はい、意外とこの情報交換の時間が結構大事だったっていうねそ,うそれを公表いただいてご参加いただいてる方も多くいらっしゃいますそうなんですよなかなかね普段こう普段英語学習やってるとこう周りで英語学習やってる人いないっていう方多いんですよね、うん、なのでそういう中で、えー、全国の英語学習者が集まる会に参加するといろんな有益な情報が得られるとかモチベーションが上がるとかって声をいただいてますのでね、うん、えぜひ今回ねそこもまあ チャンスとしてね、えー、みんなに出会えるチャンスとして活用していただけたらいいかなと思っています。はい、以上になりますね。えー、詳しいこのね、パ、え、カ、ー、の申し込みのフォームに関しては、この動画の下の概要欄に貼ってありますので、えー、ぜひそちらからお申し込みをお待ちしております。はい、では以上になります。2021年の年末を僕たちと一緒に充実した時間にしましょう。Thank you for watching!See you later! スマホでご覧いただいている場合は動画の右下の逆三角形のマークを押していただくとこんな感じで概要欄が出てきます。無料で英語学習法を学べる動画セミナーの情報も載っています。ぜひチェックしてみてください。